メインキャラクターたち。左から、ドロシー、ライオン、ブリキ男、カカシ、オズの魔法師は、1939年のアメリカ合衆国のファンタジーミュージカル映画。監督は、ビクター・フレミング、主演は、ジュディ・ガーランド。原作は、ライマン・フランク・ボームが1900年に発表した、児童文学小説、オズの魔法使い。この映画の題名を、 オズの魔法使いと表現する場合があるが、正式な砲題には、送り仮名が存在しない。冒頭部トラストのカンザスのパートは、当時一般的だった、モノクロフィルムで、そして、オズの国のパートは当時はまだ極めて珍しかった、カラーフィルムで撮影され、その映像演出は、極めて高く評価された。M、おばさん、ヘンリーおじさん。 そして下働きのハンクヒッコリージークと共に、カンザスの農場に住む少女とロシー・ゲールは、虹の彼方のどこかにより良い場所があると夢見ている。彼女はトルネードに襲われて気を失った後、愛犬のトトや、自分の家と共に、魔法の国オズへ運ばれてしまう。そこで出会った北の良い魔女は、黄色いレンガの道をたどって、エメラルドシティに行き、オズの魔法使いに会えば、 カンザスへ戻してくれるだろうとドロシーに助言してくれた。旅の途中で彼女は、知恵がないカカシ、心を持たないブリキ男、臆病なライオンと出会い、ドロシーや彼らの思いを胸に、彼らと絆を深めながら、旅を共にする。家へ帰る方法は、家が一番いいと願うことであった。左から、ブリキ男、カカシ、ドロシー、ライオンドロシー役は、 当初、シャーリー・テンプルの予定だった。MGM が、自社の、テンプルちゃんを、20世紀フォックスの、プラチナブロンド、ジーン・ハーローと交換して主演させようと企画していたが、ハーローが、脳水ュのため26歳で死去したことから見送られた。詳細については、北島明宏、クラシック名画のトリビア的楽しみ方が詳しい。そのため、急遽ジュに変更となったが、彼女は、 当時16歳であり、幼く見せるために胸を抑える、スカートを上げるなどの苦労の跡が忍ばれる。当初、ブリキ男を演じることになっていたレイボルジャーは、自らの役柄に不満だったため、カカシ役のバディ・イブセンと役を交代することになった。ところが、撮影開始後、ブリキのメイキャップに使用されたアルミコが原因でバディは、重篤なアレルギー症状を起こし降板。 最終的に、ジャック・ヘイリーが、ブリキ男を演じることになった。すでに録音されていた、サウンドトラックの関連箇所はジャックで取り直しが行われたが、ブリキ男登場後に歌われる2回の、オズの魔法使いに会いにこうだけはバディが歌ったものが、使われている。本作品はテクニカラーで、特殊プリズムで分解された3原色を3本の、 モノクロフィルムに別々に記録する方式で撮影された。画面サイズの比較。緑色の四角形がスタンダードサイズ。赤がビスタサイズ、青がスコープサイズである。ブルーレイ版の画面比率は地上波、アナログ TV 横立て比4、3に近いスタンダードサイズとなっている。これは横長であるビスタサイズやスコープサイズを地上波。 アナログ TV 放送に合わせて左右クロップ加工で横立比4参加したものではなく劇場公開時のオリジナル横立比である。オズの魔法師で主演したジュディガーランド当初、この映画は莫大な制作費を費やしたことに関連して商業的には成功していないと考えられていた。ただし評論家たちの論評は概ね好意的であり、1939年の アカデミー賞では、作品賞を含む5部門にノミネートされ、作曲賞、歌曲賞、特別賞を受賞した。なお、監督のビクター・フレミングは、同年の作品、風と共に去りぬで、監督賞、作品賞を受賞している。翌年に日本のテクニカラーによる、ファンタジー映画、青い鳥とバグダッドの盗賊がリリースされたのは、 オズの魔法師の公開が衝撃を与えたからだとも報道された。他、ナチス政権時のドイツにおいても本作品に感銘を覚えた、ヨーゼフ・ゲッベルス宣伝大臣がアメリカの象徴の一つともなった本作品に対抗できる特撮ファンタジー大作として、ウーファー社に命じ、ホラ男爵の冒険が制作、公開されている。 ジュディ・ガーランドの薬物スキャンダルの最中の1954年にアメリカで行われたリバイバル上映は歴史的な失敗に終わった。しかしテレビ放映は特に1969年のガーランド死後の時期からは暖かく受け入れられ、前時代を通じて最も愛される映画の一つになった。実際、テレビビデオでの放映が大きく貢献して、 史上最も多く鑑賞された映画になったと考えられている。アメリカンフィルムインスティチュートの選定する歴代名画ベスト100で第6位、同じく歴代名ミュージカル映画ベスト100では第3位にランクされ、ガーランドが歌った主題歌虹の彼方には同歴代名歌曲ベスト100の第1位を獲得した。この映画は米国人の文化意識に 多くの忘れがたい、意味多を提供している。とと、ここはカンザスじゃないみたいよや、お家が一番だわ、などが特に知られる。1950年12月25日、ラックスラジオシアターにおいて1時間のラジオドラマが放送され、ガーランドがドロシー役を再演した。1964年、NBC のウィークエンドスペシャルとして1時間のアニメ、番組。 リターン・トゥ・オズが放送された。1972年、映画の35周年記念として、公式続編アニメ、ジャーニー・バック・トゥ・オズが制作され、ガーランドの娘、ライザ・ミネリが、ドロシー役を演じた。1975年、ブロードウェイで、ザ・ウィズが初演された。オズの魔法使いのアフリカ系アメリカ人版として、舞台化された。 ステファニー・ミルズ・ホカ・ブロードウェイ俳優が出演し、トニー賞において多くの賞を受賞した。俳優のジェフリー・ホールダーが演出を担当した。この作品はその後の作品に影響を与え、1978年、ダイアナ・ロスがドロシー役、マイケル・ジャクソンがカカシ役で、ウィズが制作されたが、工業的には成功しなかった。1985年、 ウォルト・ディズニー・プロダクションズは、ファンタジー映画、オズを制作し、フェアル・ザ・バルクが、ドロシー役を演じた。1904年の、オズの虹の国と1907年の、オズのオズマ姫を大まかに元にし、オズシリーズに詳しくない映画評論家たちからは、評判が良くなく、興行成績も振るわなかったが、ボームの世界観を忠実に表現していると、認識されるようになり、 カルト映画として人気となった。1995年、グレゴリー・マグワイアが小説、オズの魔女記を発表し、ブロードウェイミュージカル、ウィケッドとして舞台化され大成功を収めている。物語はドロシーがオズに来る前の出来事や東の悪い魔女の反省を描いている。1995年、映画56周年を記念し、1987年版、舞台。 オズの魔法使いのツアー公演が開幕し、2012年まで続いた。2005年、マペットスタジオは、ABC のテレビ映画、マペットのオズの魔法使いを制作し、アシャンティが、ドロシー役、ジェフリー・タンバーが、魔法使い役、デビッド・アラングリアが、ヘンリー・おじさん役、クイーン・ラティファが M、おばさん役を演じた。カーミットが、カカシ役、ゴンゾーが、ブリキ男。 フォジーが、ライオン、ミス・ピギーが、すべての魔女役となった。2007年、サイファイは三部構成の SF ミニシリーズ、アウターゾーンをリリースし、ズーイ・デ・シャネルが DJ 役を演じた。2011年、アンドルー・ロイド・ウェバーとティム・ライスは、ミュージカル、オズの魔法使いを制作し、ウエストエンドにある、ロンドン・パラディウムで開幕した。映画の全使用楽曲に加え、ウェバーと、 ライスによる新曲が使用された。リアリティ番組、オーバーザ・レインボーにおいてウェバーは、ダニエル・ホープを、ドロシー役に配役した。2012年12月、トロントにあるエド・マービッシュ劇場にて、カナダ公演が開幕した。カナダ版、オーバーザ・レインボーで、ダニエル・エードが、ドロシー役に配役された。2013年9月、カナダ公演キャストにより、 北米ツアー公演が開幕した。2017年11月、クイーンズランドパフォーミングアーツセンターのリリックシアターにてオーストラリア公演が開幕し、12月、シドニーにあるキャピトルシアターにてシーズン上演された。2011年、ワーナーホームビデオにより、トムとジェリーがドロシーの旅に同行するアニメ映画、トムとジェリーオズの魔法師がリリースされた。 2016年6月21日、続編 DVD、トムとジェリースクエ、魔法の国オズがリリースされた。2013年、ウォルト・ディズニー・ピクチャーズは、精神的続編、オズ始まりの戦いをリリースした。サムライミが監督し、ジェームズ・フランコ、ミラク・ニース、レイチェル・アイズ、ミシェル・ウィリアムズが出演した。ディズニーにとって、オズに続きオズシリーズ2作目となった。 工業的に成功したが、評価は賛否両論であった。2014年、現存しない自主映画会社、クラリアスエンターテイメントは巨額の制作費を投じて、ドロシーが、サイド旅に出るアニメミュージカル映画、オズ目指せエメラルドの国へ、を制作した。工業的に失敗し、脚本及び耳に残らない音楽などで評論家から、広く批判された。 ありがとうございます。